トロールトゥンガの先端に座る人トロールトゥンガは、ノルウェーホルダラン県オッターの町の北東にあるダム湖の北側の高さ約700メートルの山の崖から水平に突き出た岩界である。崖は、ハルダンゲルフィヨルドから分岐するフィヨルドの沿岸にある、チッセダル村の10キロメートル東方の地区の東に位置する。英語では、トロールの下と訳される。崖は先カンブリア時代の基盤岩の一部で、 氷河の先端が崖に到達した約1万年前の氷期に形成された。氷河の水は山の割れ目を凍結させ、その結果大きな角張った岩の塊をへし折り、塊は氷河の流れと共にその場から持ち去られた。変魔岩の崖に沿って深い亀裂が引き続き存在する。トロルトゥンガへの登山道も、また変魔岩を含む削られた滑りやすい基板岩の上を通る。 トロルトゥンガは、西部ノルウェーのホルダラン県オッタの町の中心部より 17km に、位置し、6月中、ノルウェーで首都に次ぐ人口を持つベルゲン市からは、高速道路を使って、およそ 190km の距離がある。国道13号から現地に到達するために、ハルダンゲルビダ国立公園の方角へ、渓谷の奥へ向かって、チッセガルで、東へ展示。 およそ7キロ先の登山口まで狭いが比較的多い道を行く。現地への道はダムの近くにある駐車施設の海抜443メートルのところで終わる。そこには運転されていないトロリーカーのふもと駅があり、登山道はレールの右脇に設置されている吹き抜け階段を上るところから始まる。山条駅まで最初の1.5キロ。 約410メートル上がる急な登りがある。ここではわずかに宙に浮いている、軌道面を登り、出発点から4キロ地点の海抜線183メートルまで、そこからさらに330メートルを登る。次の区間は、ダムコと西の遠方のホルゲホンな氷河を眺めながら、中間地点に向かって緩やかに下る。周囲には、小さな植物や花の典型的な山岳の植生が、広がり、 1900年代初頭の電源開発の建設作業に使われた馬のための旧車の石レンガの残骸が残,骸が残されている。さらに道は乾燥した川の上に続く。川を横切り、高低の最も高い標高1214メートルの地点まで休憩車が続く。この川の下には落差300メートルの2つの大幕府があり、1967年に2つの 滝の上流に導水管が設置されるまでは、ノルウェー最大規模のものであった。現在は導水管によって、上流の水はダムの下流に迂回されている。道は氷河によって形成された、王決群の中を抜け、最後にトロルトゥンガに到達する。ダム湖の周辺には、他にも重要な地質学的特徴があり、30分ほど南に歩くと、説教団の意味を持つ、 切り立った崖がある。トロルトゥンガへの登山は、およそ900メートルの高低差と、往復22キロメートルの道のりで、8から10時間を要する。1日につき最高500人の登山客が訪れ、コースと祈願への人気は近年増加している。米国のインターネット紙は、自分撮りを撮影することができる世界一の印象的な場所と発表した。何千もの観光客が、 夏の4ヶ月の間に、トロルトゥンガを訪問するが、安全のための手すりは、崖の自然の美しさを害しないようにとの配慮から、崖の端には設けられていない。フィオルドに沿って、温暖で多湿の沿岸気候となっている。崖は、ハルダンエル地域の谷を見渡せ、崖を囲んでいる山は、最高1500メートルの高さに達する。丘の頂上のいくつかには、湖が点在する平地がある。 ありがとうございます。